舞台ブラウンの総列、ブルーレイ、キャスト座談会おい、幸先が不安だな。大丈夫かな。大神じゃん。皆さん、人生初の MC でございます。皆さん優しい目で。え、すごい。 MC 初めてなの？そうですよ。すごいじゃん。だから皆さん優しい目でお願いします。素晴らしいです。はい、頑張って。ということで、リチャード役の有馬聖人です。よろしくお願いします。はい、同じくリチャード役の岡月美です。よろしくお願いします。ヘンリー役の和田拓磨です。よろしくお願いします。はい、ヨーク公役の谷口正史です。よろしくお願いします。お願いします。皆さん、はい、本日で舞台バランス説6公演、はい、終わったということで、うん、今の率直なお気持ちどうですか？台本通りだな。いや、それはもう完璧通りだな。これはちょっと最初はちょっと真面目に、うん、けど逆にどうなの、そのほら主役の2人が、まあ、2人とも出陣してで今ちょっと落ち着いてきたところじゃないか、はい、2人の率直な今なんか疲れてるとか楽しいとかなんとかないかな。そうですね、なんか今本当率直な今自分の気持ち的に今、休演日あって、で本日若さんだけの公演っていう、そういう時間が空いたことによってまたなんかすぐやりたいっていう気持ち。すごいじゃん。なんかすぐやりたい、早くあの舞台に立ってもうリチャードとして演じたいっていう気持ちがめちゃくちゃ今ありますね。渇望。そうですね。面白っていう今率直な気持ちですね。だってダブルキャストのように毎日会ってるもんね。毎日来てるもんね。毎回来て、いや、なんかそれぐらいその毎公演がまた違うんですよ。うん、別作品のような感じがして、うん、結構見てて本当に面白くて、まあ、見ててやっぱ、うん、受けることもいろいろあって、自分はちょっと次こうしてみようとか結構学ばせていただいてます。うん、どうですか？そうですね、単純に今はもうとてつもない寂しさに襲われて毎日。寂しいの？私は初日に先陣を切ってるのでさやとより早く終わるんですよね。でも指折る、あと3回か4回、あと3回しかないの？はい、そっか、そう考えるそうなんだ。マジ？そっか。そうなんです、なんかあと3回しかリチャードとして生きられないんだなって思うと、もうなんかもう毎日家に帰っても寂しくて。あー、確かに。そうなんですよ。変わった主役2人だな。なんで？片方悲しんでて片方やる気満々で。そうなんですよ。でも一応もう間の、うん、3回終わってっていうところなので、結構逆に一周回って遊び始めてるというか、うん、感情を感情、はい、今まで怒りで言ってたところを悲しみでいこうとか、いろいろ試させてもらっております。